いやー、ちょっともうメインに戻りたいのは山々なんだけど、これ待ってくれるかな、これ。これでももう、そうだよなー。いやー、ちょっとたけちゃんに会いに行くか。ちょっとたけちゃんに会いに行きます。ん？これか？人道的支援を目的とするミリテク社の車列がノーマッドの一団による襲撃を受けました。同社の警護部隊は襲撃を受けて退路が断たれた後、最後の手段としてやむなく武力を行使しました。ミリテク側は複数の車両が被害を受けたものの、幸い略奪は防げたとのこと。お、ツップ。ナイトライフ。ケツ。あ、もう、おお、ケツの割れ目から、お前 すごい特技だな。構わないで、いや、大大丈夫。丈夫じゃないよ、お前。その、ケツの割れ目からスマホ出したり入れたり。すごいな。奇人変人だな、お前。ちょっと感動したわ。お、ここさも一ツッ体プ。どういうことだ。ちょっと待っあらて。かたには十分な人員がいないのか。わかりませんか。街は今一触即発の状況です。あらさかも下手に刺激してジャパンタウンを炎に包みたくないんですよ。あ？報道を鎮圧するなら名前を出さずにやるのが一番ですか。なんでトマトジュースで出ちゃうの？何も会話に参加したかったのに、トマトジュースに邪魔されてる。トマトジュースとかちょっとマジこの世になくていいわ。ゴロ、また会えて嬉しいぞ。ああ、俺もだ、B。え？いくつかこちらで新たな情報をつかんだ。ああ。サブロー様をパレードで弔いたいと提案したのは誰だと思う？手をかけた張本人さ。皮肉だな。ヌルノブの狙いは何だ？伝統を重んじるタイプには思えないが。その通りだ。車が走っ日て本ない。の伝統を利用することで、ヨリノブは自身の権力の強大さを示そうとしている。出しはきっと壮観だろう。しかし見るやつが見れば、そこに敵対者への声お。明を読み取ることができるはず。声明というと。これが私の力だ、愚民ども。背中に気をつける。単刀直入だな。だが、それがどうしたっていうんだ。俺にいい考えがある。空を見るんだ。あ。いいか、出しは確実にこの経路を通る。おお。なんとかして花子様の出しに乗ることができれば、直接話ができるかもしれない。おお。だがどうやって。当然、飛び乗るしかなかろう。ええ。非常の空論だな。仮にあんたが最高のインプラントで装備を固めてたとしても無理だ。まあ、俺の話を聞け。お前と別れた後、こちらは式典で使われる出汁について調べてみた。出汁は全て一箇所に保管されている。荒坂工業団地だ。準備もそこで進められる。施設に侵入して花子様がお乗りになる出汁を見つけ出し、そのシステムにウイルスを仕掛ければいい。そうすれば、俺が乗り込む直前にお前がセキュリティを切ることができるだろう。それだったらいろいろとやり方はある。必要なのは。必要なものは分かってる。手配済みだ。ウイルス入りのチップが高くはついたが、チップを買った仲介人によると性能は確かとのこと。確かってのは本当なんだろうな。どこで手に入れたんだ。運河の向こうだ。歌舞伎地区ならそれなりにまともかもな。使い物にならなかったとしても俺が何とかできる。そうしてくれると助かる。歩きながら話そう。あ？問題は出汁の乗っ取りだけじゃない。当然ながら警備も障害となる。特に狙撃手だ。何も手を打たないと俺は蜂の巣にされてしまう。
そうだろうな。岡田さんが監視カメラの話をしてただろう。だいぶ前のことなんで忘れちゃいました。狙撃手の位置を手に取るように特定できる。お、お前が排除にあたり、俺が位置を変えるという作戦だ。話は読めた。汚れ仕事は俺の役目ってわけか。なら配置を交代して、お前が花子様の出しに飛び込み、はじめまして B ですとでも挨拶するか。そうは行くまい。素性が知れている俺が行くしかないのだ。はあ、よし、早速下準備と行こう。チップの動作確認も兼ねてな。目の前に例の監視カメラ制御室がある。あ、ネットワークに侵入し、チップのウイルスを仕掛けるんだ。ねえ、その間あんたはどうするんだ。ビールでも飲んで一休みか。仕事中は酒を一滴も飲まん主義だね。俺は入り口を見張ってる。さあ、かかれ。どこどこ。あ、これ。こじ開けていいの。ツップがあるよ。あそこにもツップがある。これ登れそう。登れた。閉めないで。アナログレコード。ツップがあるよ。開いちゃう。大丈夫ここ。アクセスポイント。ツップがあるよ。これなんか読んだな。おお、なんかサイバーな感じ。あ？ん？これ何？ソフトをインストール。うまくいった。出ればいいの。あれ、開いてる。で、ご期待通り、コソ泥には朝飯前さ。腕は確かなようだな。チップは問題なしか。とはいえまだ安心はできん。警備が厳重な荒坂工業団地への侵入はそう簡単にはいかないだろう。だがその話に移る前に。何や、腹ごしらえ。座れ。昨日から何も食べてない。おすすめはあるか。今日は焼き鳥ですかね。ここのものじゃなきゃ何でもいい。ふん。それじゃまたな。この野郎、荒坂の犬にしては思いのほか役に立つかもしれんな。うん、犬にいるのは命令だ。そうすりゃ喜んで動く。目的を果たした後も生きてたら。これ焼き鳥っていうかつくねじゃないですか。
インプラントを失って万全の状態じゃないとはいえ、俺くらいは余裕で倒せるかもな。根拠は奴の戦いぶりを見たのか。いや、そうじゃないが、歩き方や目つきでわかるんだ。この件はまた後で話そう。お寿司セットの方が良かったな、俺。なんだこれは。え、焼き鳥です。さて、手順を考えてきた。ああ。1、荒坂工業団地に侵入する。 1.5 1.5、花子様の出しにハッキングを仕掛ける。2、式典が始まったらお前が俺の指示に従い狙撃手を排除する。ああ。3、俺が出しに乗り込む。4、花子様に真実を伝える。ゴーを忘れてる。織田に殺されて証言をかけられる。花子のすぐそばにあいつがいるはずだ。織田は俺に襲いかかるような真似はしないさ。なんで。俺は。それはまた別の話だ。織田には近づかない方がいい。ふん。お、一個丸々食った。おお、2個目食った。あ、ちょ、2個同時に食った。全部食った。手の込んだ切腹をするつもりか。切腹？何のことだ。どう考えたって死にに行くようなもんだろう。訳を教えてくれ。確かに危険は大きいが、他に手はない。花子様が唯一の希望なんだ。失うものは何もない。お前もだろう。目を見ればわかる。では解散だ。俺は偵察に行くとするよ。おい、あの町じゃ右も左もわからないだろう。一緒に行くよ。うん、確かにお前の技能や裏稼業の心得は役に立つかもしれん。ジョニー怒っていっちゃった。では共に動くとしよう。何か言いかけてたよね、ジョニー。よく分かんなかった。おい、あんたボリュームを上げてくれ。お、よりのぶ、ごまんやつだな。やつめ、絶対的権力を手に入れるため、まさかこれほどまでの蛮行に走るとは。まんまと騙されてる。このままには捨ておけない。荒坂は不滅の帝国だ。頼信はそこに中から火を放った。あいつが全ての元凶だ。派閥も権力闘争も全てあいつが。クソ。荒坂内に派閥があるのか。具体的には派閥は記事、派と鷹の3つ。まず1つ目、記事は花子様のもとに集う保守的な旧体制派。リベラル派の派とは三郎様の孫娘美智子様を支持。美智子よくは存じ上げない。そして頼信を支持する危険分子の集まり、鷹。加えて小規模な派閥も数々存在し。ああ、もういい。頼信はどうしてそこまでして権力を。誰にもわからない。だが直々に問いただしてやるつもりだ。三郎はただ指を加えて見てただけなのか。息子の手綱を握ることはできたはずだ。三郎様は強く厳格なお方だった。あれほど強い人間を俺は知らない。だが決定的な時に弱みを見せてしまわれたのだ。頼信のためか。娘のためだ。頼信が子分を従えて荒坂家に宣戦布告した時、三郎様は一言命じるだけで反乱を潰せたはずだが、そうはなさらなかった。花子様を苦しめないためにと。かつて頼信が負け犬のように荒坂家に戻った時、もう一度機会を与えるよう頼み込んだのも花子様。わかるか。
頼信は花子様のおかげでそれまでの行いの報いを受けずに済んだ。待て、彼女のせいでもあると言いたいのか。責任は迂闊にも頼信に騙された者全員にある。だがこの過ちは必ず正す。一緒に来るか。ああ、そうしよう。長いは無用だ。ありがとうございます。またのお越しを。とても食えたものじゃなかったぞ。来い。関心に適した格好の場所を見つけた。おう、タキちゃん、でも今日ちょっと一回ね、そろそろやめたいんだけど、待っててくれる？ここどこ、ところだよ。ああ、これ何でしたっけ。これ荒坂タワーでしょ。はい、ちょっとじゃあ今日はここまでにしたいと思います。たけちゃん、ちょっとまた来週ということで、お疲れ様でした。あ、どうも、8月1日今日の、ナイトシティです。ここを登るんだ。お待たせ、たけちゃん、1週間待たした。あ、こっちだ。なんでそんなこっちでみたいな言い方すんの、たけちゃん。こっちだよでいいじゃん。俺たちはついてるな。どうやら今日は誰も人がいないようだ。あ、なんか変な絵あるよ。ランチョ。なんでこれ今自動的に開いたの。あ、なんで怒ってんの、タケちゃん。なんで目合わせてくんないの、タケちゃん。タケちゃん、わ、すげえ、荒坂ロボット。美しい眺めだと言いたいところだが。だが情緒というものが全くない。そんなにナイトシティが嫌いか。いや、英語で言うところのホームシックかもしれん。お家帰りたいの、タケちゃん。それではお前は警備の弱点を探ってくれ。俺は陽動の方法を考えることにする。我々の計画を荒坂に悟られるわけにはいかない。ちょっとばかし騒ぎを起こして奴らの注意をそらしてやる必要がある。お前は左から監視についてくれ。俺はここからだ。このスコープが役に立つといいが、準備はいいか。え、はい。なんかモビルスーツみたいなのが動いてたよ。始めようか。ほら、道の脇に免停用トンネル。倉庫まで繋がってるかもな。壁のそばに変圧器。そこから上に登れそうだ。ああ。箱。歩道橋は警備されてる。他の経路が見つからなければそこを使おう。アンテナがある。セキュリティハブはあの建物の中が。破壊工作にうってつけだ。なかなかやるな。なかなかやるすか。ゲートのそばにタレット。そこを通るのは最後の手段だ。どこにあったタレット。通信システムを見つけた。
警備が多い。ちょうどいい、陽動に使わせてもらおう。あのパイプが見えるか。あそこから中に入れるような。まだあるよ、タケちゃん。重装甲の扉だ。終わり。こんなところだな。よし、目的は果たせた。それじゃ作戦開始か。コンペキプラザに乗り込むときもそう言ったのか。なんだ。そう焦るな。しばらくここから監視を続ける。見落としがあるとまずいからな。特におかしな様子がなければその時はいよいよ作戦開始といこうじゃないか。了解。じゃあ座って待つとするか。あ